ルイ・ラテリエはフランスの映画監督。フランス・パリで映画監督のフランソはルテリエの息子として生まれる。母親の勧めによって芸術の道へ進むことを決める。ルテリエは最初に短編映画を撮るが、その前は音楽グループのドラム奏者であった。18歳の時、ニューヨーク大学で映画の勉強するためにフランスを出る。1997年にジャンピエール・ジュネの エイリアン4の制作補佐をする。その後フランスに戻り、リュック・ベッソンと共にコマーシャルの制作を行う。2002年にはミッション・クレオパトラに第二助監督として参加。2002年にはコリー・ユンと共にトランスポーターで監督デビュー。続編のトランスポーターには単独で監督する。インクレディブル・ハルクでハリウッドデビューし、2010年には タイタンの戦いを監督した。2010年1月28日、彼はタイタンの戦いを三部作にすることを望んでいると述べる。2019年にはネットフリックスの人形劇シリーズダーククリスタルエイジ・オブ・レジスタンス全10話の監督を務めた。日本の漫画セインと聖夜の大ファンであることを自ら公言しており、タイタンの戦いで神々が聖意を着ているのは 繊維と聖夜へのリスペクトからと語っている。ありがとうございます。